どうも、クーリンです。本日はクーリンズの3番バッター、関口昭弘特集。2023年、クーリンズの首位打者は関口。打率は3割8分8厘で、24試合で5ホーマーを放っております。そんな関口は、記憶に残るホームランが多い。8月に行われた広島東洋カープ OB との試合では、元カープ横山投手からホームランを放ちました。そんな関口にサインを出した試合があります。練習試合のパンプキンズ戦、初回1番バッターはイカイダー。イカイダーも今季は打率3割5分を超え、関口に次ぐチーム2位の打率。そんなイカイダがエンタイトルツーベースヒットで出塁し、2番バッターはクーニン。ショートゴロの間にイカイダは三塁へ。ワンアウト三塁の形ができました。このチャンスで回ってきたのが3番の首位打者関口。そんな関口にこの日はサイン、エンドランを出します。すると なんとエンドランのサイン。転がしに行ったスイングですが、逆に弾道が上がり柵越えホームランとなりました。上からかぶせた関口ですが、いい感じに運びました。エンドランでツーランホームラン。これまた記憶に残る一発でした。そんな関口、実はドーム球場との相性が抜群です。2020年に行われた名古屋ドームでの試合では、148キロ水谷投手からライトに柵越えホームラン。速いまっすぐを完璧に捉えました。これが関口にとってのプロスター第1号。そして迎えた今年、2023年東京ドーム。この試合助っ人として参加した関口、東京ドームでの打席は、なんと東京ドームでも柵越えホームラン。関口、これがプロスタでの2本目のホームランとなりました。共にドーム球場、素晴らしい活躍を見せました。そんな関口の愛用するバッテはこちら、リストガード一体型のマルチを使っております。こちらは高校野球対応のモデル。もうなんか気持ちいい。手のひらとか、こうなって、いい感じです。公式高校野球対応のやつだから、まあ、基本的にはもう木製バットとか金属バットを振る前提で、まあ、シュッシュもつける前提のやつだから。2021年からマルチの日本法人もでき、日本国内でのシェアも順調に伸ばすマルチ。クーニンも手首を痛めてからはずっとマルチを使っております。肌触りやフィット感、もはやこれでないと打てないといった感じです。皆さんもぜひお試しください。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。